本や殺人、殺害予告が書き込まれておりました。まあ一応そういうことがあったよっていうのをちょっと皆さんにねお知らせしとこうということでごめんなさい、マジで心臓が痛い。So the reality of being a VTuber in Japan seems to be a bit insane. The thing is, the VTuber industry is still huge. Every time I open YouTube, there's always some anime girls showing up in my recommendations. Personally, I don't watch VTubers because I'm not that into anime in the first place. So I don't know much about VTubers, but I have some friends who do VTubing, and I hear crazy stories from them. For example, there wasThis VTuber who was selling merch but didn't get any of the money because their agency took 100% of the profits. There was another VTuber whose fan thought he was dating her, and he did everything he could to find her address and actually showed up at her place. There was also a VTuber whose biggest hater turned out to be one of her closest friends. And then there was a VTuber who got a death threat from a fan because she wasn't giving him the attention he wanted. Oh yeah, I'll tell you more aboutThis later, because this VTuber girl is actually going to be in this video. And yeah, this is all real. So have you ever wondered what VTubers actually go through? You know how VTubers usually act like this? みんな、おはでー。今日も配信で歌うよー。 But then they might be acting like this off stream. はだりー。誰か殴りてー。仕方ないから酒飲んで、Twitter で気性いやつにストヤカで暴言を吐くか。キモい。アカウント消せと、ついでにキモいやつ全員ブロックしとくか。はあ、誰か殴りて。 Nobody knows the truth because nobody knows what VTubers are actually doing off stream or what they even talk about. But then I thought about this the other day and I realized I can actually ask a Japanese VTuber to talk about this publicly on my channel. あ、一人話してくれるやついるじゃん。てか、よく見たら俺のチャンネルに何回も出たことあったわ。この VTuber なら協力してくれるはずだ。 She's a Japanese VTuber who sings for more than 24 hours on stream, and she's been on YouTube for 3 years now. She used to belong to an agency, but she left 2 years ago and now does everything on her own. So she should know everything, and we are going to find out what really happens behind the scenes. Alright, let's summon her.あ、じゃあ、自己紹介お願いします。はじめまして、個人税 VTuber の角釈凛と申します。個人税はあ、とりあえず、質問したいことがいくつかあって、凛さんって昔殺害予告されなかったですか？お、されましたね。懐かしい。なんでされたんですか？私が聞きたいっすね。何も知らないと。私からしたら、いきなり誰みたいな感じやったっけ。まあそうね。そう、VTuber クソって言ってきた、ちょっと、お子がね、ガキ、が、ちょっと、あれだったみたいね。リンちゃんにかまってほしすぎて、ナイフを背中に突きつけちゃったみたいな。ちなみにこれ、ちょっとまた話あれなんですけど、殺害予告って、あれっすよね。はい、時間と日時をして、時間の指定か日時の指定かをすると、急にこうなるんですよね。はい、あ、そうです。そう。それで、通報したんですよね。で、その人は時間の指定が入ってたと。あ、そうですね。今夜って言われましたね。結局、通報して、その人がアメリカの子だったのが、はいはい、やっぱり結構ね、未成年プラスアメリカの人っていうのがでかすぎて、何も起きてないっすよなと。供述調書が出させていただいたんですけれど、警察行って、はい、まあ3週間2週間かけてだけど、まあ結局音沙汰なしなんで、まあ何もなってないんじゃないですかね。その子はその後戻ってきたんですか？いや、戻ってきてないっすね。なんか一回殺害予告されて、私は友達の家に避難してたんですよ。いたら危ないということでね、はい、殺されてしまうぞっていうことでね、はい、でその友達の家でメソメソしてたら、なんかごめんなさいってツイッター X の方に DM が来たりしましたね。そういえば、あ、じゃあ本人的には反省してるのか。まあ、あの後その裏で何があったか我々は知らないですけどね。あ、そうですよね。だから多分そのまあ、なんかこれ配信でも言った気がするけど DM 来てっていうのがあったから、多分怯えちゃってるんじゃないですかね。インターネットにも多分おとなしくしてるんじゃないかなって。個人的に殺害予告をされたのは構ってもらえなかったからなんですかね。いやー、そうね、心理は分からないけれど一番はそれなんじゃないですか。もう一個別の質問があって、あ、次は、はいはい、VTuber してると精神病む時ってあるんですか？あ、めちゃくちゃありますよ、そりゃ当たり前じゃないですかめちゃくちゃあるんですか？ありますよ、そりゃ。めちゃくちゃなんですか？ずっと病むんですか？もう
私多分人ほど病んでないけど、はい、多分みんな病んでるよ VTuber の皆さん。なんで VTuber って精神病むんですか。で VTuber だからっていうか YouTube とかネット活動の人はみんなそうな気がしますけど、はい、YouTube とか VTuber って、ね、精神病んでるんですか。人によってバディ病んでんじゃないですか。え、じゃあ俺って病んでるんですか。どうなんですか。いやそりゃさ、だって病むようなメンタルないじゃん。ないっすよ。 VTuber で一番精神病んだ時はいつですか。2022年の冬。なんかありましたっけ。だんだんリスナーが減っていくのが目に見えた時。あれっすよね、リンさんが泣き半泣きになりつつ助けてってきた時か。そうそうそう、やべえどうしよう、どうやったら新規来るんだろうみたいな。助けてっつって、そうどうしようみたいな、なんかすごいどんどんなんか規模が縮小されていくのを感じみたいな時っすね。視聴者離れが怖いってことなんですか。視聴者離れもだし、なんかその時の空気感、いや別に今リスナー、その時のリスナーさんが悪いとかじゃないけど、やっぱさこう新規さんが来ないといつものメンツで固まるじゃないですか、はいはいはい、でなんかこう明らかに新規がどんどん入りづらい空気感っていうのがこう配信してる側でも分かるみたいな、そこをどうしようっていうのとか。まああれですよね、新規が全く入れなくなってもう子さんしかいなくなって、そうそう、そんな感じ、別に子さんはいてほしいけれど、で新規が入ってくると新規帰るよみたいな感じになっちゃうからって。あ、そう、その空間がちょっとあった時もちょっとやべえなってなって、どうしようって結構頭抱えましたね。今はもうじゃあそういうのないですか、病んでないですか。あ、でも今第二波来てます。次の質問なんですけど、配信中に視聴者キモいって思うことあります。あ、ここ最近ありますよ。あのメンバーシップでブチギレてたんですけど、あ、ここ最近ガチブチギレてましたよ私。なんでですか。なんならあの高校3週間ちょっとあの地元にね帰省してて、はい、配信はできてなかったんですけど、その最中でもちょっとブチギレる案件が一個あって、キレてましたよ一人で。なんでですか。キショイリスナーがいて、その初見である日現れて、キショかったんですよ。なんか言わんでよくねみたいな、多分すごいトゲと悪い言い方していい？どうぞ。うわモテねえんだろうな絶対みたいな発言をすごい繰り返しされる方がいらっしゃって、はいはい、キモいなってちょっと思って、配信中耐久中やっぱ24時間とか経ったら、その人に優しくする余裕がちょっとないんですよね。こう心の疲労さがちょっと欠けちゃうんですよ、どうしても精神との戦いなんで、はい、でキッショイなと思ってバンしたんですよ正直。はい、バンして、そしたら DM じゃないわ、あのリプですごい、まあ、つらつらあの X のね、はい、リプライで私に見えるようにつらつら言い始めて、まあそれは放置してたんですよ正直。ちょっとうるさいな、きしょいなってちょっと思ったけど、なるほど、その発言がね優しくないから、まあそれで、まあ、無視してたんですよ。そしたらなんかリンさんを見るのをもうやめようと思いますみたいな。うわ来たーって思って、もうちょっと正直3年活動してて一番ちょっときしょいなってちょっと思って。次の質問いきたいんですけど、はい、次は VTuber 界隈は裏がある人が多い。裏がある人が多いか、まあ、簡単に言うと VTuber 界隈って裏だとめっちゃ態度変わったりしますか。はい、私の周りとか私は変わんないけど、はい、変わる人絶対多いんやろうなって思います。あ、まあ、リンさんの周りの VTuber は裏そんな変わんないけど、けど他のとこ見てると多いんやろうなと思うんですか。なんか X とか見てると、申し訳ない、すごい申し訳ないけど、この人多分裏でやばそうだなって思ったりちょっとしちゃう面がありますよ。あ、じゃあそのまま次の質問なんですけど、その VTuber って裏垢を Twitter で持ってて、はい、愚痴を言っていること多いですか。あ、絶対言ってると思う。私もあるし。言っていいですか、リンさんは。あるあの、リンさんはあのフォロワーとか、フォローしてない、フォロー誰もしてないし、フォロワーもいないアカウントで鍵をかけた上でやってるんで。あ、じゃあ一人で本当にもうやってるんですね。そう、人を傷つけないように、でも自分の中で溜め込んだら人ってやっぱね精神的に不良になるじゃないですか、精神不良に、ね、はいはい、だからあの自分のメンタルを保つためにやってますよ。じゃあもうほんと VTuber はほとんど 100% 裏垢を持ってるってことですか。正直持ってると思う、持ってるか、でもなんかそうね、こういう関係によるかも。でももしかしたら友達とかが多い人は友達愚痴って消化する人もいるかもしれないですけれど、エリンさんはそれをしないでツイッターの鍵垢で自分でやるんですか。そうね、鍵垢でやりますよ。
おもろ。で次の質問なんですけど、はいはい、VTuber ってぶっちゃけ金持ちが多いですか？自分は金持ちじゃないけど他の人金ありそうって思う時ある。これ聞いた理由があって、はい、VTuber って金持ってるイメージあるじゃないですか、なんとなく、はいはいはい、これ自分の配信でも話したんですけど事務所にいる人といない人の違いで多分かなり変わってくると思ってて、それもあるし、あと一般人がさ想像するより絶対お金はないよって思う。リンさんに逆に質問なんですけど、はいはい、俺は俺の中で答え出てて、事務所に所属してる、登録者20万人の、うん、VTuber と事務所に所属してない登録者2万人の VTuber、うん、どっちが儲かってるイメージですか？え、個人税の2万人やろ。ですよね、ですよね、やっぱりそうよ、それはそうよ、絶対そうですよね、これ申し訳ないけど絶対そうや。あの事務所に所属している登録者100万人の VTuber と事務所に所属していない10万人の VTuber だったらどうですか？絶対10万人。あ、ですよね、やっぱり。と思うよ。じゃあ何パーセントぐらい事務所に持ってかれるイメージですか？少なくて3とかで多くて4、5、まあ、すごい有名なのだとグッズ 100% 持ってかれるやつ。あ、知ってるわ、ほらその界隈知ってます、知ってます、知ってるじゃないですか。 VTuber 事務所に所属すると視聴率がすごい高くなるけど利益はめちゃくちゃやばいほど低くなるんですよね、うん、6割ぐらい持って帰るし、まあ、そうですよね、まあ、個人税は逆にその新規開拓が難しいけどでも頑張った分っていうかそのまま来ますか、ね、やっぱりそうね、そのままドゥンってそのね結果が来るから、まあ、そこの差ですよね絶対。じゃあ次のあれなんですけど、いろんな VTuber 事務所に所属している人の話聞くと、え、こんな契約まかり通るのみたいな契約って普通にあります？ あるでしょうねどんなのありますか？キャラクター使用代っつって何万いくらか払わなきゃいけないってどこでもあるんですか？あれどうやろう、え、ないとことあるとこめちゃくちゃ差があると思う。そのあるところはキャラクター使用代って払わなくちゃいけないですよね多分ね、うん、でそっから給料が入ってくると、まあ、給料があってその引いてくれる向こうがあの事務所に所属してるとキャラクター使用代が引かれて、ああそっから6割引かれて、でそっからいろいろ引かれて自分に入ってくるのは大体1割ぐらいですよね、うん、説明よな違うな。いやこれ他の人にも聞いたんですけど同じこと言われた、うん、次はマジで、うん、怖い視聴者います？あ、いや、もしくは周りの界隈とか怖いか、あんまないですか？一応荷物受け取れるようにしてるんですけど、まだなんかあのバイブレーションとか届いてないんで怖くないなって思いますね怖いものって言えばでもやっぱ女性 VTuber やっぱチントツとか来てしまうんでね私はそういう類のセクハラ流いのものとか来てないから友人界隈だとそういうのって送られてるんですか、うん、やっぱりみんな見ますね。送ら自分の一物を見せることで 快楽を得られる界隈があるみたいですから。リンさんはまだないと。まだないですね3年間、裏で DM でよくなんかもう付き合ってるみたいな DM 送る方がいるらしいんですよ。こうもうなんか俺と付き合ってんだから他の、はいはいはい、視聴者にこびるなみたいなリスナーもいたり、ね、そうそう いるらしいですけどこの世の中。リンさんはいないと。全くいないですよそれは、ちなみにストーカーとかっていますかストーカーもおらんな視聴者の。あ、じゃあ結構平和なんですね。次です。配信終わった直後に愚痴ることありますか？はいはい、本当終わった直後。この間まで愚痴ってましたよあの声出して今画面の前で配信あの YouTube の配信終了ボタンポチッとしてあいつなんなんって一つこと言ってトイレ行きましたよ。めっちゃダメージ食らってるじゃないですか。面白い。ダメージってよりイライラやね。リンさんって視聴者めっちゃバンしたりしないんですか？しないしない。全くしないんですか？ブロックリストだって今5人ぐらいしかいないですよ私。4人、5人もおらんかも。4人ツイッターの少な。次の質問が、辞めたいって思ったことがあるかあるかないか。あ、やめたいはないけど逃げたいって思うことある。てか周りはやめたいとか言ってんすか？周り会話いっぱい聞きますけどね。やめようかと思ったみたいなとか。結構聞くっすか？まあ過去の話だけあんま言うのあれやけど、4人でコラボを昔したんですよ、はい、デビューして1年経った時、はいはい、その4人中3人やめましたから私必ずやめるじゃないですか。みんなすぐに本当3年ぐらいで。そうね、思うね。あれなんでなんですか、うん、やっぱ耐えられないんじゃない。次なんですけど、はいはい、VTuber になることをおすすめしたい。いや絶対勧めんよ。なんでですか死ぬほど勧めんよ。なんでですか。いやー VTuber 大変やもん。え、なんで勧めないんですか。まずお金がクソかかる。なるのに いくらぐらいかかります？50か100かかるよぶっちゃけ。なるだけで。え、だってアバターで20、30ですよね。いや高いんで意外と。技術がどんどん上がってるから VTuber 界隈も全体的に。イラストのクオリティとか。じゃあ VTuber はあれですか、お金かかるからおすすめしないってことですか？かけたところでその元が返ってくるとは絶対に限らんから、あんまおすすめしたくはないですよ。基本 VTuber って自爆営業でお金削ってるっすよね。お金ないですよね。ああそうですよ。りんちゃん今だってあの貯金クソないですし、めちゃくちゃ投げ銭来てる人は別ですけど、なんか物売ってる人とかいるじゃないですか商品、はいはいはい、あれもなんか自分で自爆してお金払ってる人結構見るから。
そうっすね。だって結局そのデザイン料と作成費でお金飛びますし。じゃあもうマジで儲かんないですか。儲からん。まあでも取り返すならグッズだと思う。結局 VTuber の人たちの自爆一番は歌ってみた動画なんですよ。ああ、はいはい、そうじゃん。歌ってみた。その正直私でやってるような歌枠とかは広告は入んないけど、投げ銭さえいただければまあなんとかなるんですよ正直。でも歌ってみたってどんなにミュージックビデオにお金かけて、どんだけ素敵なイラストを発注して、どんなに素敵なミックスしていただいても、あのぶっちゃけスーパーサンクスもらえたら別だけど、広告って絶対入んないから。あれっすよね、うん、動画に20万かけてミックスにまた何万かけてっていろいろやった上で30万ぐらいかけても広告費ってゼロだから、ぶっちゃけマイナスしかならないって言われてるよね。そう、大マイナスですよぶっちゃけ。だから動画出さないんですよね VTuber って。おそらく私ぶっちゃけ、あの各社クリームも本当はもっと出したいけど、そんなお金に余裕がないからできないっていう。まあプラスにならないですもんね。最後に面白いことやってみてもらっていいですか。そらさんはうわ VTuber なのにそういうこと言っちゃうんだ、みんなに言おう。うわ最低だ最低だ。